この情報量ですよ。もうもはやもう歌えるか歌えないかっていう。そうだね、歌ったら気持ちいいっていう。成し遂げたみたいな方ですね。まあ、確かにな。すごい長い距離のマラソン走ったよな。これはやっぱすごい日本人向きだと思うし、だからそれを無理やり楽曲の中に入れるためにちゃんとそのさっきもあったけど、例えばブレイクがパッとしっかりしてるとかさ、なのに全体的な手触り感はちょっとポップソングなんですよ、それ超変でしょ、全部含めてみて。でもなんか普通に聴いてて一曲だねって言えちゃう、そうそう、すげえ普通にかっこいいな。これがやっぱりね、今日本が生んでるものすごい最先端の俺カルチャーだと思う。なんか自分のことのように嬉しいね、係長ね。お前一曲も作ってねえけどな。聞く立場ですよ。リュウロウさんは、はい、なんだろう、作った人じゃないの？作ってる人ではないんですね。リュウロウさんは何の人なの？何でしょうね、ニコニコ動画が大好きな人って言っていただけると。はい、あ、大好きな人、大好きな人、社員より知ってますからね。サービスのこと。 そうですね、それすごいな。、はい、いや俺始めたいんだよね、ニコニコ生放送。あ、もうちょっとやばいじゃないですか。ニコニコ生放送はもう普通にでやろうと思ったらできる、できるらしい。なんと月500円払えばできるんですよ。あ、月これはいいんだね。絶対チェックしといた方がいいよ。一旦君の次第だよ、君の。DJ タイノジ、さあ今日のゲスト、ニコニコファミリーの百花繚乱君、そして二宮係長さんをお迎えしまして、はい、大の字のスクールナイでございます。改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、だからさっきの話じゃないんですけど、僕だから昔は夢ってロマンで語ることだと、俺たちで言うとゴールデン番組の冠番組やんなきゃいけなかった、それが夢かなうことだったけど、今はこういう自分のツールをちゃんと持ってて、それがある程度の一定の人から受け入れられれば独立できるわけ、その場で。そういうことはさ、夢って叶うのよって俺は思うの。嬉しい。ニコ動っていう道具を手に入れれば夢叶うんですよ。すごい極端なこと言っちゃう。要はラジオでパーソナリティになりたい。そうですよ。だすぐ慣れた。思ったら慣れちゃったわけですから。それがお金が入るシステムはその後の問題なの。でもそれはさっきも言ったけど、なくはない、ね。なくはないですね。はい、例えば9000、まあ、1万人人がいて、例えば9500人がこのラジオおもんないわとか、この番組おもんないって、500人がさっきも言ったけど、これは3万円出すわ。大好きだっつって、もうどん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 金をたたき上げるぞ。そういう世界ですよね、行ってみたら。まあそういう、まあいろんな人が見てるので、まあそういうことも可能性はゼロじゃない世界ですね。多分ちょっと前の時代で言えば、夢をつかむために東京に来る、地方から東京に来るっていうのはよくあったと思うんですよ。だから今はチャンスをつかむためにニコニコに来るっていう感じになってると思うんですよ。プラットホームだよ。プラットホームだよ。俺たちがあそこに夢つかむためにあの駅のホームはニコ道ですよ。そうだ、人生のプラットホームニコ道。いろんな駅に繋がってますから、ここは。そうね、はい、すごいよ。どこに行くのもいいんですよ。しかもここの駅って終着駅ないですから、もういろんなとこ行きっぱなしですよ。ただ大沢の好きなエロはちょっと、そこはちょっと、そこはちょっと、そこは外部の作業になっちゃう。じゃあいいよ、じゃあ興味ねえよ。ダメだよそれ。ニコ生の生をね、違う意味の生にしたかったからね。そちらの意味でニコニコしちゃう。告知でございます。今日のゲスト、百花繚乱君、そして二宮係長がやってるラジオ番組、ワクテカの枠と一緒に、はい、イベントをやることになってきました。J-WAVE 大学のスクール 9X、 そしてワクテカの枠プレゼンツ、ワクテカサマースクール2013、はい、7月の26日金曜日、場所は川崎のクラブチッタでございます。もちろんお二人にも、はい、出ていただきます。よろしくお願いします。そしてスクール内ではおなじみ最高のライブを見せてくれるシンフォニックメタルバンド、マテンロオペラの育成決定、本格的な、まあ Vlog というかビジュアル系もね、はい、ニコ動の中では流れたりとか、アニソンになったりとかしてますからね。その辺とかの相性もいいと思います。はい、はい、あのマテンロオペラさんも、はい、ニコニコ生放送で番組をやるんで。なるほど、はい、その辺の親和性も我々としては嬉しい。なるほど。でワクテカの枠でも新たな情報をどんどん出していきますので、はい、そちらも聞いていただきたいなと思います。地域の方はぜひ、イベントについての詳細はスクール内のホームページにバナーがありますので、こちらをクリックしてください、はい、夏休みちょっと遠いかもしれませんけど、これ現場で楽しむって ね、 ぜひぜひ。なかなかないもんね、今まで、ね、現場は現場ですごいエネルギーでしょ。熱気はやばいですよ、いろんなところでも。もう全国の熱気が一箇所に集まってくるわけですから、今一番熱いところですよね、ちょっと何か僕らもやりたいっすわ。何ニコ動文
果的なことやりたいですけど、何かおすすめないですか。なんかまず名前をつけなきゃいけないんだよね、はい、ああそうです。名前はもう自分でつけなくてもユーザーさんが勝手につけてくれるっていう文化もあるので、名前募集してみたらいいんじゃないですかね。テコキ豚でいいじゃん。いやいやだよ、誰か言ってたよ。やだよ、俺百花繚乱みたいなさそういうかっこいいのがいいよ。テコキ豚やだやだやだ、テコキ豚絶対やだな。女の子にウケるかな。そうね、女の子にウケるやつがいいの。あ、そうだと。もっとなんか、なんか貴族みたいな名前、はい、貴族、うん、貴族、貴族、貴族ってなんだよお前。それだ、やだやだやだ、貴族やだ、ロイヤルやな。ロイヤルや、ロイヤルじゃないよ。なんかね、だからうち後輩にもですね、ニコでやってる、はい、今日来てるんですけど、うん、爆笑コメディアンズですね。あ、いますね。俊作くん。あ、はい。俊作くん一緒に番組やってるんだよね。そうですね。はい。よくお世話になってます。ね、あ、どうも俊作くん。なんか、よろしくお願いします。家がない俊作くんがですね。はい。はい、よろしくお願いします。なんかないの、その自分で上げるときこれをやってるっていう。そう、言ったって、俊作さん。あ、もうこれもう踊ってみたですよ、やっぱり。踊ってみた。そうですよ。運動不足の32歳頑張ってますよ。そうなんですね。まあ、要はボーカロイドを元にこう踊り手さんと言われているこう踊ってみた動画を上げている方たちのオリジナルの振り付けを真似して踊ったりするんですよ、うんうん、なんかおすすめなのないの、踊ってみたで。僕提案なんですけど、おじさん、あのやっぱエアギター世界レベルのじゃないですか。ボーカロイドの楽曲に合わせてエアギターの動画を上げちゃうっていうのも、超いいじゃん。すごく、まあユーザーさんからしたら、あ、なんだこれはってなるじゃないですか。いいですよ。ロック調の曲もたくさんありますし、テコキ豚がエアギターにテコ貴族です。テコ貴族です。テコ貴族だ。やだ。女子の人気が欲しいの。テコ貴族のエアテコキってのはどう。ダメだよ。お前さ、ティーネージャーが今日聞いてんだよ、このラジオ。やだわよ。やだ、俺絶対名前をつけるか、つけない限り俺エアギターとかやんねえかな。やらなきゃねえよ、お前。一部の地域でお別れでございますけど、二宮係長さんのおすすめの曲をじゃあ最後聴きながら、またこの後また3地域が残ってます。そこでちょっとじゃあ、はい、爆笑コメディアンズの修学旅行の話しましょう。はい、はいはいはい、では紹介しましょう。ジン自然の敵 P さんでお月見リサイタル。最高だな、今日本当にどうもありがとうございました。さあ改めましてですね、香川大分そして鹿児島の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。大の字のスクールナイン、はいはい、というわけでございまして、今日ゲストにですね、はい、百花繚乱さん、そして二宮係長、そして今爆笑コメディアンズ秀作君を呼びしましてですね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもお話伺ってますけど、まあ CM 中も、うん、二言の話、いろんなね話聞いて、過去にも出産シーンまで、そうなんですよ、産んでみたっていうね動画とか生放送やってました。やってましたね。ありましたな。すごいですよ、生まれた瞬間の弾幕がもうおめでとう。わーって目に出るでしょ、うん、肝心の赤ちゃんの顔全然見えないですね。文字で隠れちゃって、まあまあ、見せろ見せろ。そこはでもやっぱ最初は血まみれだから、まあ、っていうのもあるみたいな。不思議な世界ですね。そこまで考えてみんなやっぱそうかもやってくれたのかな。あると思いますよ。持ちつ持たれつですね。なるほどね。だ動画の面白さ、うん、というよりも、まあ、なんかそ距離の近さだよね。そうですね。速さ、知らない人ともそれだけコミュニケーションが取れるツールってことですもんね、うん、そうですね、うん、もうそれがさっきも言いましたけど、テレビとかいわゆる広いマスにこう行ってるじゃないですか、はい、一方でやっぱ僕らの目にも触れない完全に消えていく、もうどうしちゃったんだろうみたいな、やっぱ動画もあるわけでしょ。まあまあありますね。ありますよ、はい、ただ動画って残ってるじゃないですか、うん、残ってるんでふとした拍子にそれが復活することがあるんですよ。なんでこれが出てきたの急にね、今更みたいな、ね、突然あるので、またそれも全て可能性を捨てきれない、うん、上げっぱなしの方がいいですね。あの失敗ないんですか、修作君とか。僕はですね、失敗しかないです、まあ、やっぱ芸人がやってるっていうハードルがあるんで、結構最初は叩かれるんですよ。ふざけんな、つまんねえ、くんな、芸人がバカ野郎つって、まあひどいもんですよ。うちの相方が真面目に歌っただけで死ねって言われましたね。なんで俺歌って死ななきゃいけねえんだって言われてましたけど、かわいそう。でもそこの秀作さんのすごいところっていうのは、その、はい、まあ、本当に先駆け的にこういったインターネットの活動を芸人さんで始めたので、うん、そうだね、もういろんな人が出やすいようにどんどんハードルを下げていってくれたんですよ。そうなんだ。あ、そうか、なるほど。3年前ぐらいに僕始めたんですけども、ね、最初はよくやったよね。まあカッチカチの土壌でしたよ、本当に。そうだよね。それを耕してね、耕して耕して、こいつあがいてたもん。ブログも面白かったけど、やっぱ会社の人も誰も認めてくんなくてさ、でネタはほらやや受けじゃん、お前ら。やかま
しいです。いや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 。でもやっぱここで独立したの見て、さすが俊作だな。そうだよね。吉本の本社内歩いてると、喋ったことない大先輩たちが、おニコ動のやつだみたいな感じで。すげえ。そうだよな。あそこやっぱ見てる。びっくりしたのが、他の社員全然知らないのに大崎社長が知ってたってびっくり。大好きだもんね。そうなんです。びっくりしました。すごい好きだ。大崎さん上すぎちゃって何も仕事増えないですよね。今そこがうちの会社の問題で、一緒に昼ご飯食べに行くぐらいなんでね。司会社員が知らないとダメなんですよ。でもありがたいことに知名度上がりましたね。なるほどね。ドリームを掴んだ一人ですから。新しいパターンだよね。でっかいエンターテインメントの会社の中にいながら、はい、インディーズでそのソフトを作って、うんうんはい、でこれからどうやってビジネスやるかっていう、まあ、俺らもすげえ共感してる、はいはいはい、もう今どっちが本業か分かんないですもんね。分かんないね。そうなんですよ。だからね、あの動画の方にコメント来るんですけど、あこの人芸人だったんだとか言われて、あ踊り手じゃなかったんだとか来ますからね。確かに、ね、踊り手じゃなかった踊り手さんね。まだこの放送聞いてる本当に、うん、まあまあ10代とは、まあ、この放送結構やっぱ10代よく聞いてくれてるから、うん、10代20代の人でなんかモヤモヤして、はい、なんか表現したい人にはもう最適だよ。最適ですよ。すぐなんかやった方がいいですよ、ね、でも逆に言ったら別に40代50代でも やろうと思ったらやっていいわけですよ。全然年齢制限ないわけだから。70歳でやってる人とかいますかね。え今全然います。70歳で、ね、ニコラメやってる人いますよ。夜中に戦争の話ばっかりしてるおじいちゃんとかいますもんね。それなんていうタイトルだ。語ってみたいなの。語ってみたい。すごいおじいちゃん経験の、ね、なかなか聞けねえなって話をしっかりしてくれる。今自分の身内で聞けない話を。そうだよね。それがまたさらにコメントによって違う面白さになっていくわけですよ。そうですね。そこにツッコミが入るから、はい、だからそれ自体をエンターテインメントにして。でもそれってさ、うん、気難しくなんかそういう話を押し付けるより、うん、よっぽどリアルに届くわけよ、まあ、確かに。めっちゃいい話だと俺は思うけどね。さあ、というわけでございまして、ぜひとも7月26日遊びにください。一旦ブレイクでございます。 DJ タイノジDJ タイノジタイノジさあエンディングでございます。大学のスクール内、今日はニコ動について勉強になりました。王さんどうでした。いやまだまだ俺まだよく分かってないからもっと話聞きたかったですよ。 こんだけ説明してまだ分かんないですか。いやだっておこれで分かるような世界じゃないでしょ。いやもうだから、まあまあ、多分それだったらもうすぐ次の日に始めちゃえばいいってことだよ ね、 フットワークの軽さです。これはやってみたらもうすぐ、はい、溶け込めました。パソコンがありゃできるの。パソコンなくても最近だとスマートフォンでもやってみてる方ができますので、はい、そうなんすか。そんなんでできんのもう、もうつるっといけますね、はい、そしたら俺もう何な、はい、生主になれると思います。月525円払っていただければ。払うよ。ぜひぜひぜひ。525円払えば、はい、もう貴族のさあもういっぱい漕いていただいて、手こぎで手こぎつけなくていいですよ。貴族なの俺は。だからもうこの間もだからあのキッズジャイアンツで子供たちと一緒に踊るやつがあってて、はいはい、新作誘ったら、はい、もういきなりパソコン開いて、はい、動画カメラ向け始めて生放送で、ね、同時に始めたら一瞬で300人ぐらい来ましたからね。300人とか見てくれんだよ。そうですよ。今チケット300人売ろうと思ったらどんだけ大変か。これ終わったらすぐ俺のさスマートフォンでやろうと思ったらできる。いけます、いけます。これ終わったらすぐやろうよ。おえ俺たちで。いやいや、ちゅうか、いや俺手こぎやんないよ。俺やるよ、俺。俺終わって、いや俺でもその時あれだよ、手こぎ族って名前じゃないよ。手こぎ族で。いやだ、いやそこの名前を俺募集するから。なるほどね。さあ、とにかくこれ7月26日に向けてですね、もう2つの番組でどんどん盛り上げて、ニコ動の面白さ、そしてこの会場に来る面白さも含めてですね、いろいろ告知とか、紹介していきたいなと思いますが、今後の本当お二人よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ぜひ収録出てください。はい、スケジュールの方は多分カラッカラだと思うんだよ。すごいね。スケジュールカラッカラなんだよ。カピカピですね。カピカピ乾いちゃってあれ宿ないですから今ね、はい、あの今あのニコニコあの本社と、吉本本社住みます芸人すげえな。地方住みます芸人は聞いておりますけど、またぜひとも、はい、遊びに来てください。よろしくぜひありがとうございました。ありがとうございました。Shame runs from the